They will give you always the best rate. They connect to Binance, HitBTC, LMAX, and Kraken. What I like about Swissborg is that they have an amazing app. Ah, wow, yo, yippee, yo, yippee, yay, guys. いつもウィークリービデオを見ていただきありがとうございます。今週は IMX ローンチとトークンの特徴、プロテクト&チューズとは、ウェルスアプリ誕生から2周年についてお伝えします。はじめにプロテクト&チューズについてです。私たちは現在行っているプロテクト&バーの進化バージョンとして、今後プロテクト&チューズを実施していくことを発表します。プロテクト&チューズとは、CHSP トークン保有者がトークンの使用方法について発言権を持つことを可能とし、四半期ごとに市場から買い戻された CHSP の使い道についてどうするかを投票を行い決定をしていきます。簡単な流れとしては、投票受付開始時にトークンをバーンするべきかをコミュニティに確認し、もしトークン保有者の大多数がバーンしないことに同意した場合は、そのトークンをどうするべきかを尋ねます。その際に選択できる可能性のあるオプションとしては、CHSP イールドの予算をブーストすることや、CHSP をヨールドしている方へのボーナス特典を与えること、スイスボーグアプリのリワードプログラムを充実させる、リスティングする際の資金に充てるなどが挙げられます。第1回プロテクト&チューズの投票受付は、第2四半期期末頃には開始する予定であり、今後日本語の記事も準備いたしますので、合わせてご確認ください。続いてはウェルスアプリ誕生から2周年についてです。私たちのアプリは誕生から2年間が経ち、現在のユーザー数は60万人を達し、運用資産12億ドル、去年のみで21の新しいトークンがアプリに追加されました。またスマートイールドウォレットでは、7つの新しいトークンがイールド対象として利用できるようになり、コミュニティプレミアム、ジェネレーションプレミアムが誕生しました。機能面においては、オンボーディングから瞬時に GBP やユーロを使ってローカルアイバーに入金することを可能とし、最近加わったダッシュボード機能では、メタバース関連や DeFi、インフラレイヤーやテーマに基づいてフィルタリングすることができるようになりました。まだ他にも伝えできていない機能はありますが、この2年間でこれだけ大きな成長ができたのも、コミュニティの皆様のおかげだと思っています。次に IMX トークンローンチとその特徴についてです。イミュータブル X の IMX トークンはコミュニティの皆様の投票によって選ばれたトークンであり、トークンの特徴はイーサリアム上での NFT の作成、取引をよりスムーズかつ安価で行うためのレイヤー2スケーリングソリューションです。そしてこのレイヤー2だけではなく、スタークウェア技術を使用しており、セキュリティを損なわないようにしながら NFT の取引にガス代ゼロのユーザーエクスペリエンスを実現することを目的にしています。またこのスタークウェア技術は現在様々な分散型取引所が取り組んでいるものであり、非常に拡張性の高いソリューションでもあります。また IMX には大規模な支援者がおり、素晴らしい技術と素晴らしいコミュニティがいることを示しています。トークン自体はエコシステムの発展のためにスマートな方法で使用されており、IMX の獲得方法は NFT のトレードなどでポイントを獲得し、IMX で報酬が得られるようになっています。また IMX はステーキングも可能であり、取引手数料として徴収された 20% の IMX はステーキングリワードとして分配されるようになっていますので、非常に好循環が生まれる仕組みになっています。最後にガバナンス投票があるということも特徴であり、素晴らしいエコシステムを持っています。そしてこちらがすでに構築されているゲームであり、その中でもゴッド&チェインがおそらく最も知名度が高いゲームになり、今後レイヤー2でのオープンシーの統合についても話が出ていますので、その点においても非常に興味深いプロジェクトになっています。続いてはスマートイールドに関するデータです。現在スマートイールドには全体で 6.8 億ドルがロックされており、こちらは安定しています。続いては CHSP に関するデータです。
プレミアムユーザー数は合計で3万896人となり、過去7日間で206人が新規プレミアムユーザーとして加入しています。 CHSP の循環供給は 81.52% がロックされており、プロテクト&チューズは現在306万ドルがプールされており、アプリで CHSP をホールドしているユーザーは12万8534人いることを示しています。最後に今週のコミュニティインデックススコアの発表です。今週は 6.5 です。アプリアクティビティは市場の影響で減少していますが、ソーシャルメディア DAO ボリュームは上昇しており、市場が低迷している中でもコミュニティの皆様からの多くのサポートを受けており、成長し続けていることを嬉しく思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週も皆様にお会いできることを楽しみにしております。At Swissborg. 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 Swissborg est sorti ce matin. They have an app where you can buy crypto. They connect to Binance, HitBTC, LMAX, and Kraken and find the best rates in the market. What I like about Swissborg is that they have an amazing app that can directly buy cryptocurrencies like Bitcoin and also cash out as well. Through Swissborg, all assets will have a fiat gateway. And here is the thing. Premium features gives you zero fee trading. That is zero fees. If you want to buy Bitcoin with fiat, I suggest you buy through Swissborg rather than Coinbase. And if you're interested in trading the likes of Ethereum or Bitcoin, use Swissborg's application.